シャロン皆さん、皆さん、まずはじめに申し訳ありません。先日2019年11月27日水曜日の安息日礼拝で公開したメッセージ動画に誤りがありました。ヘブライ語の道、デレフをずっとダレフと発音していたのです。正しくはデレフです。お詫びして訂正いたします。なぜ、これまでずっとデレフデレフって言ってたことを急に間違えて言ってしまったんだろうと、思いを巡らしながら祈っておりましたら、主が頭の中でハッピーバースデーの歌を歌ってくれたんですね。ハッピーバースデーとユー。そこで気づいたんです。このブログ版では公開してあるのですが、YouTube 版では割愛したニコデモの訪問に関する考察を YouTube でもやっぱり入れなさいよとおっしゃりたいんだなと、受け取りまして、そんなわけでニコデモさんの部分を分かち合いたいと思います。このメッセージでは、老子のタオとヘブライズム、ユダヤ思想の中のデレフの共通点に着目し、イエシュアの私は道であり命であり真理であるという宣言が全宇宙において普遍であることをお話ししました。またヘブライ語においてデレフは、女性の月経を意味することでもことも申し上げました。ユダヤ社会で月経中の女性が汚れと呼ばれて排除されてしまうことは、十字架を背負い、担って、坂道を登っていくキリストの最後の命の場面、最後の一場面ですね、と並行している概念であり、道を宣言したイエシュアはまさに道としての本分を全うしたという予言をかみしめました。でそこで月経というのが、女性が命を出産するのに必要不可欠なプロセスであることにも触れました。そこからちょっとニコデモさんのところへ、発展させていきたいと思います。真理を考えますと、月経が始まらなければ女性は出産をすることができないのです。汚れというふうに人が忌み嫌うこの現象が発生しなければ命は誕生することはできません。聖書にはニコデモの物語があります。ヨハネによる福音書3章1節から21節です。ユダヤ人社会の宗教的指導者といえば超エリートなのですが、ニコデモはそんな宗教的指導者の一人でした。夜人目を忍んでニコデモはイエシュアに教えを請いに行きます。おそらく、イエシュアは当時異端者っていうか、はみご、嫌われ者、汚れですからね、なんせ。嫌われてたんですね。嫌われてたんですけので、ユダヤ人社会でリーダー的な存在だったニコデモさんとしては、外聞がはばかられるというか、恥ずかしかったんだと思います。ですから、わざわざ夜、誰も歩いていない、出歩いていない時間を狙って、イエシュアに、教えを請いに行ったんですね。で、天の御国にはどうしたら入れるのでしょう、どうしたら御国に行けるのでしょうかっていうニコデモさんの問いに、イエシュアは誰でも新しく生まれ変わらなかったら御国に入ることはできないと答えています。それに対してニコデモさんは、自分はもうおじいさんなのにどうやってまた母の体内に戻って新しく生まれることができようかって驚いてるわけなんですね。で、イエシュアの道宣言はこのヘブライ語のデレフなしには語れません。そしてどんなにおじいさんでも謙遜してイエシュア様に教えを請いて恋に行ったりとかして、素直にならないと新しく生まれることはできないんだよっていう風に取られがちなんですけど、間違いではないです。相変わらずそれは間違いではないんですけれども、単に足らないんですね。で、どういうことを言いたいかっていうと、本当に新生、新しく生まれなくてはいけないんです。で、
クリスチャンの皆さんはこの新生っていうのを新しく生まれると書いて新生と言って、あの悔い改め、罪を悔い改めて、あのイエス様をですよ、イエシュア様をではなくてイエス様を信じまちゅーって言ったら新生なんです、タンタカターンっていうふうにおっしゃるんですけれども、実はまあそんな簡単なことでも実はなくって、イエシュアのこのデレフ宣言ですね、あの道宣言と重ね合わせて見なくてはいけないんです。イエシュアは自分は道であると言っているわけなんですね。つまり自分は月経である、出産にとって必要なプロセスであるとこのように言っているわけなんですね。プロセスである、必要なプロセスであると言っているわけなんです。まあしかしながら皆さん、あの悔い改めってそんなに簡単なことでは実はなくって、まあ、私はすごくラッキーなことに、あの本当に幸いなことに、本当に破天荒で、なんと言いますか、罪だらけの生活を送ってまいりましたので、この悔い改めが来やすかった、分かりやすかったというか、悔い改めた時、悔い改めの霊が降りてきた時ですね、まあ私ほど存在する価値のない人間はこの世にいないと。で、世界最悪の人間で早く死んでしまえばいいのにっていうぐらい自分のことがもう小さな、なんていうのかな、本当にのでの世界、のでの世界っていうのはもう神様と切り離されてて、もうものすごい孤独な世界であって、ある意味地獄を経験体験したんだと思うんです。よくね、あの、幽体離脱して地獄見てきましたとか、なんか死にかけて夜寝てる間に地獄の夢見ました、地獄経験イエーイって言ってる方いらっしゃると思うんですけど、多分確かにそういうこともあると思うんですよ。で、あのそうじゃなくて、夢に見なくても地獄を経験する人っているんですよ。で、あの夢を見てなきゃ地獄経験をしてないんじゃないんです。地獄経験はするんです、みんな。夢が必要なわけじゃないんです。そんなビジュアルとか、あの、まあ、そう耳だとか目に見えなくっても地獄を経験するんです。それはもう自分こそがこの世で最も取るに足らない人間で無価値であってっていうところに、行き着いてしまうわけなんです。それってもう最悪に汚れなんですよね。罪を自認した時、本当に自分が罪人だって思った時に訪れるのは地獄であって、この地獄を経験しないといわゆる天の御国に行くことができないわけなんですね。そしてそんな私たちのところに、そんなあなたの、そんな私の、もう神の真理っていうのは個人主義なんです。あなたと神がどうであるかなんです。私と神がどうであるかなんです。迎えに来てくれてくださるのは全人類のお話とかそれもあるんですけれども、それ以前に私たち個人とに、私たち個人を迎えに来てくださるんです。もう私ってもう無理って、もうなんか最悪の人間だと思ってる私のところにイエシュア様が来てくださったんです。イエシュアはもう本当に私のところに来て迎えに来てくださったんです。たとえそれが、3次元の世界では2000年前に起きたことでも、もう救われた人間、悔い改めた人間は4次元5次元の世界を生きるわけなんですが、2000年で前に起きた出来事が悔い改めた瞬間再び起きるんです。そしてそれはあなただけの宝物であって、私だけの、あなただけの経験なんです。そこから神との個人的な関係が始まらなくてはならないんですね。ニコデモさんっていうのは、私と違ってとってもいい人で真っ当な人だったと思います。偉い人でしたし、お金持ちでしたし、すごく人格者だったんだと思うんです。後から彼がしたことだとかそういうのを見てもすごく真っ当な人だったんだと思うんですね。で、私にとって、私は、まあ、まるでマグダラのマリアだったり、まあ、そういう人たちに似てますんで、井戸にいた女の人だとか、あの辺にどちらかというと似てるので、神様が私が道だよって
って言って、私はあなたのために生まれてきて、あなたの罪のために死んで生き返ったんだよって言われて、ありがとうございますって言いやすかったですし、神様が道だよって言うと、なんとなくこうすぐにほほほそうですよねってすぐに悔い改めが来るんですけれども、ニコデマさんのこのここの姿を見ているとはっていう感じなんですね。なんで俺もうさ、白いひげが生えてんのに俺どうやって赤ちゃんになるんだよって言ってるんですね。で、あのヘブライ語で罪っていうのは的を外れるっていう意味の言葉を罪として使うわけなんですね。的を外れるという言葉が罪を表すわけなんです。で、完全に的を外れてるわけなんですよ。イエシュアが誕生した時に、羊飼いたちのことをお話しいたしましたけども、あの羊飼いたちはどうしたか、ベツレヘムに行こうって言ったわけですよね。ここでも罪人だとか社会の底辺にある人たち、その自分に対して無価値観がある人たちの方が、キリストの道をこう受け入れやすいっていうか、即座にその道を行くっていう思いが与えられやすいわけなんですよね。ニコデモさんはこの後どうしたかっていうと、この時も夜忍んで誰にも見られないように、仲間に絶対見られないように夜を選んで、こうイホシア様、それでも気になったんでしょうね。イホシア様は奇跡を起こしまくってましたから、あの噂のイホシアが来た、イエシュアが来た、あの話を聞かなきゃいけない、そうやって教えを請わなきゃいけないという思いが与えられたにもかかわらず、夜忍んでいくわけなんです。そしてこれ以降も長い間隠れ弟子をしてたんです。長い間弟子だって言って、そのエリートの身分を捨ててイホシュアに付き従ったんではなくって、処刑されるその時までニコデモさんはずっとエリートとしてお仲間の中に紛れていたわけなんですね。でもそれが悪いっていうんではなくって、それも神様のご計画の一つだったんです。それは復活祭の時にお話しいたします。悔い改めっていうのは、そうやって自分の無価値観を感じている人の方が早く来やすいですよっていう話なんですけれども、結局ですね、じゃあ今、私は本当に悔い改めて、だって悔い改めた時めっちゃ泣いたもんみたいな、それでイエス様を信じます、イエシュア様とかイホシュア様じゃなくてイエス様を信じますってちゃんと信じてるもん。で、今は教会に11献金もしてて、10分の1、収入の10分の1を献金するシステムがあるわけですよね。で、11献金もちゃんとしてるし、奉仕だってしてるし、要するにボランティア活動ですよね。教会のお仕事の分担をちゃんと担ってて、毎週日曜日に教会行ってるし、で、しかもかわいそうな人たちのために働いてるし、中には本当に重い重荷を持ってくださっている方もいらっしゃるかもしれません。ただそういう方でも、クリスチャンと呼ばれる方々もぜひこの機会に、あなたはそれでもデレフに従って生きているでしょうか。そうです、私は道である、必要なプロセスである、そのプロセス、道、デレフを踏んでいるでしょうか。このことを自問していただきたいんですね。一緒に自問したいと思うんです。よくキリストのようになることを目指す、もちろんそれは無理なんですよ。神様ですからね、相手は。神様のようになることはできません。それでも少しでも近づけるように、神の足跡を同じように一緒に踏んで歩んでいくっていうことをよく聞きます。しかしながら、確かに儀式だとか、そういうことではないのかもしれませんが、神様はモーゼにそのように語られたように、フィジカルな従順さも求めておられます。何も疑わず、ただその言葉に従いなさい。しかしながら、クリスチャンと呼ばれる人たちは本当にデレフを歩んでいるのでしょうか。大変疑問だと思います。例えば毎週日曜日に礼拝をするように、一体イエシュアは聖書のどこでそんなことをおっしゃったんでしょうか。イエシュアはむしろ安息日をとても大切にしておられました。それなのに、今クリスチャンと呼ばれる人たちはイエシュアの足跡を後をついていく、
イエシュアのようになりたいと言いながら、神様はフィジカルな従順さも求めているっていうことも知りながら、日曜日を勝手に安息日と呼び、日曜日が安息日になる時もあるんですよ。でも毎月毎月そうだとは限りません。もう完全に安息日というものを無視してますよね。他にも無視されているものはたくさんあります。しかも、そのように神様と崇めている、救い主として慕っている方のお名前もきちんと知らない。キリストの名前はイエスで、イエスなんていう名前ではありません。彼の名前はイエシュア、本名はイホシュアです。イエシュアはイホシュアを縮めたものですよね。確かに発音しにくい名前ですから、イエシュアでもいいと思うんです。それはいいと思うんです。でもイエスでは決してないのに、どうしてイエスと読むのか。そしてイエスはイホシュアのギリシャ語訳ですよっていう人がいるんですけれども、それはとんでもないです。イホシュアのギリシャ語訳はジョシュアです。なのにジョシュアと呼ぶこともなくイエスと呼ぶ、この霊性は私にはちょっと理解できない霊性ですね。まあとにかく、クリスチャンと呼ばれる人たちも自分たちが本当にデレフを歩んでいるのか。お花畑、要するに場所ですね。お花畑でランチランチラン、私日曜日に教会行ってるからいい人ってなってませんか。デレフに踏みとどまらなくてはならないのです。教会に日曜日行くのやめなさいって言ってるのではありません。ニコデモさんと同じように神様のご計画として、あなたは教会という宗教集団にありながら、そしてデレフを体現していくためにそこにいらっしゃるのかもしれません。ですから教会行くのをやめなさいって言ってるんではありません。ただ宗教を超越しなくてはならない。どこにあろうが私たちはデレフに通じていかなくてはいけないのです。キリストは私たちの罪を救うためにお生まれになりましたが、それをどのようにして実現なさったかというと、宗教を打ち砕いて実現なさったわけなんです。その姿が、宮清めで見られるイエシュアの姿です。宮清め、このお祭りも私たちはもう完全に無視しているわけなんですけど、私もつい最近まで、つい2年ほど前までですね、完全に無視してました。存在すら知りませんでした。なぜなら私はプロテスタントの教会に行ってたからです。プロテスタントの教会はマカバイ書を読みません、っていうか聖書にそんなものがあることすら知らない人も多いんではないかと思います。マカバイ書というのがありまして、そこにハヌカの、お祭りについての逸話が書いてあるわけですね。どうして、宮清めっていうお祭りが始まったのかっていう物語が書いてあります。なので、プロテスタントのほとんどが知らないんですけれども、宮清めっていうのは、あるお祭りでして、イエシュアはそれを大切にして守っていたから聖堂にいたんです。そして聖堂にいた時に、シナゴーグですね、シナゴーグにいた時に、そこでこう繰り広げられている腐敗、宗教的な腐敗を目にして怒ったわけです。怒って何をしたか、もう暴れまくったわけです。皆さんね、イエチュチャマって中国やちゃちくってっておっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、イホシュアは、確かに愛情深い素晴らしい方で優しい方です。しかし、同時にたくさん呪いの言葉もおっしゃってますし、キリストは怒りましたし、ちゃぶ台返しだとか鞭を振るって物事を正そうとしたこともあります。でも何を正したかったのかっていうと、宗教的な、宗教に、真理が宗教に陥ってることに対して怒ったわけなんです。キリストを信じても神の言葉に従っていない、デレフになくて その場でこう喜んでいるだけであれば、まるで羊飼いが、エンジェルたち、天使たちの蜜毛を聞いたのにもかかわらず、すっごいの生まれたんだね、じゃあ寝ようかって言ってるようなもんです。違うんです。さあ行こうなんです。道を探しに行こう、道を歩いて行こうなんですよ。イエスを信じてますって言って教会に行くだけで満足しているのであれば、
東方の三博士が星を見て、わすごいね、王様生まれるんだって、へーと、その東の国で楽しそうにワイン飲んで、今日も寝よっかもって言ってるようなもんです。そうじゃなくって、遠いベツレヘムを目指してラクダに乗らなきゃいけないんです。デレフを目指さなくちゃいけないんです。まもなくハヌカがあります。私たちはこのハヌカを通してイエシュアの怒りの正体を知らなくてはなりません。イエシュアが何を怒っておられ、そのことを通してイエシュアの怒りを理解することを通して、イエシュアが求めていることを知らなくてはなりません。これを聞いてくださっているすべての方々が、デレフにあられることを本当に切に願います。クリスチャンとして、洗礼を受けられた方であっても、もし、デレフにないと今日思われたのであれば、ひたすら祈ってください。ひたすら祈ることによって、聖霊様が私たちを助けてくださいます。私たちをデレフに運んでいってくださいます。もう本当に至れり尽くせりなんです。なのでどこへ行く必要もありません。教会を変える必要もなければ、教会をわざわざ辞める必要もありません。私は辞めましたけれども、それみんながみんなそれをしなくてはならない、そういうことではありません。そんなことを言うと、ここからまた宗教が始まるんです。そうではなくって、あなたの置かれているその場所でデレフを見出していただきたいんです。デレフはあります。皆さんが存在している限り、息をしている限り、心臓が鼓動を打っている限り、デレフはあなたのすぐそばにあるんです。ただその上を歩くということは、皆さんが思っているほど簡単なことではないということなんです。もう一度考えてください。皆さんがデレフを楽しみながら、喜びの中で一歩一歩踏みしめて歩いていかれますように、心からお祈りいたします。次回はハヌカについて分かち合いたいと思います。